なんかこう何関係的にはさ、はい、長いけどさ、長いすね、お互いをこういろいろやったりってのはそこまではね、やってないよね。そうですね。なんか体の話っていうよりはいろいろなんか人のとしての話みたいな、その方が多いもんね、いつとかそういうのが結構まあいろいろご飯とか食べながらさせてもらっていて、うん、でもちろん体のことはね、投稿をちょっと見たりして、あ、なるほどとか思いながらね。でもね、なんかね、私こうその2012ぐらいだよね、はい、多分あったのが、あったのが2012、それぐらいですね。20、多分僕が大学を出て24か5、うん、2011か2012、9年前ぐらいですかね、うん、10年近く前に初めて会って、うん、で筑波ですよね、筑波で会って、はい、でその時すでにもう覚醒して、まあ出会った時に覚醒後だよね。そうですね、覚醒後になんかちょっと調整を始めていて、で、みやさんは、バレエをやって、うん、まあその時も教えてましたよ。教えてたし、はい、そのダンス活動をこれからもっとやっていきたいっていう、こう、自分の体の身体能力と自分のこの舞踊への、なんか、いろんな複合的に精神も肉体も能力もなんか全部こうガッと上げたいっていう勢いがある時だったんで、うんうんうん、でその後にドイツとかに行ったんですよね、うん、でちょっと怪我をしたりとか、そういろんなまた天気があってみたいな、でそうで、なんかその北川くんとその初めて会った時にすでに北川くんはなんかすごい能力持ってたんだよね、人を見る、そうですね、なんか直したり、そう。で、はい、それでこうやっていこうとしてて、で、その時に聞いた、その北川くんの体の見方っていうのは、私はまだ持ってなかったというか、うん、こう、なんとなくわかるけど、まだその根っこからはわからないな。でもなんか、うん、わかる気がするっていうところだったんだけど、ね、ドイツ行ってさ、足大きく、うん、足骨折しちゃうんだけど、はい、骨折した、直後になんか能力が回復したので、でその後からなんかその北川くんがやってるようなチューニングみたいな、同じものではないんだけど、うん、その頭にさイメージがあるとさ、うん、ああの人ってあの時ああいうことしてたのかなみたいな、でそれがこう怪我の時に私も急に開花していて、うん、あ意味がわかるかもみたいな、っていうことが私も開花し始めて、でそのまあ、北川くん、その、毎回、その、頭の端っこにあったというか、やっぱり、情報っていっぱい入ってくる中のものから、こう自分の理論っていうものが確立されていくんだけど、うん、確実になんかそういうすごく繊細で感覚的で、こう人間の体の、その、本に載っていない見方というか、うん、いうのはなんかちょっと影響は受けたかな。なるほど。うん、だからね、何年後かして、あ、北川くんのやってる意味が分かったぞ。で、ちょっとできるようになってきたぞ、みたいな。っていうか、あいつすげえな、とか。ありがとうございます。でもなんかこう、今、はい、再会して、はい、再会というか、何回かね、こう、ちょこちょこと。ちょこちょこあってですよ、1年に1回ぐらいの感じで。そうそう。で、そのたびに。ドイツとか海外行ってる時もなんか、ちょっとビデオ通話かなんかしなかった。あ、そうだね、そう。怪我をした時に、はい、なんか、どうしたらいいかな、でもまあ結局向こうの出会った理学療法士の人にいろいろね、そうやってもらって、二次産業でやっているから、そう自分でもね、そう取り組んでみたいな感じで直したんですよね、うん。まあなんかそういうのは、ある意味こう、なんだろうね、心を、お互いこう刺激し合うのは、な心のあり方というか、うん、持ち方みたいなものはなんか違うからこそ話していると、うん、新しい発見がある。っていう、そうですね。僕は、すごい、皆さん、すごいなってずっと思ってるのは、僕の方が、まあ、ちょっとフラフラ、まあ、いろいろね、やりたがるっていうね、するんで、まあ、それで、実際になんか、例えば野球、まあ、メインでやってたけど、他のいろんな人に会って、まあ、それでさらになんか幅が広がったりとか、まあ、トップ見たいなと思ってても、でもなんか、その違うレベルのフェーズの人に頼られたら、やっぱりちょっと、いや自分もその人に何かしてあげたいなとか、まあ、ある意味その揺らぎがあるんですけど、うん、でもその例があるからこそ、そのちょっと幅広く、自分の幅が出てきてるなっていうのがあるんですけど、うん、皆さんは結構こう、もう初めに会った時からなんか自分は、なんかこう、
こうありたいっていうのかな、あるっていうのが、僕より相当しっかり、こう軸があるなっていう印象があって、まあそれがその、悪い意味で言ったら頑固さみたいな感じにはなるだろうと思うんですけど、年々なんかその、軸自体がしっかりしながらもしなやかになっていってるなっていう印象があって、で、そうですね、今もお会いしてもまたこう柔らかくなってるなっていう感じがありますね。はい。で、僕の話をすると、僕は、なんか、その多分初めに会った時とかは、やっぱり自分がこうある程度体に対して見えてきてる、詳しく見えるようになってきた時期だったんで、その、すごく細かく見て、まあ、その細かく見えてる世界を共有したいなとか、フィードバックしたいなっていうのが、まあ、ちょっと自分の側みたいなのがあったんですけど、今はどちらかというと、やっぱ分かりやすく、まあ、この YouTube 始めてるっていうのもそうなんですけど、まあ、できるだけ、まあ、逆に言うと昔の自分からしたら、こいつ何、なんか簡単に言ってんだみたいな、なんかこう、なんかこう、そういう風な、印象になるなっていうところも、まあ今、ね、編集の人とか、企画してくれてる人と一緒に、まあできるだけその体が変わっていく喜びを多くの人に、まあシェアしたいっていうのが強くなってます。はい。そう、だからこう、根っこの北川くんを知ってるから、あ、そういう路線で行くんだ。っていう見方、はい。そうそうそう。なんか、やっぱり人から見るとさ、こう、石田くん、北川くんのこと何も知らないで、その今日見たときには、はい、そんなんじゃ、なんか、体は、そんなもんじゃないみたいに思うと思うんだけど、だから私とかはさ、僕も多分昔の僕が今の僕見たら、うん、そういうふうに思っちゃうかなっていうのはあります。うん、だから、それは一つの、ね、自分の、なんか、ちゃんと、何、どういう対象に向けて、何を思ってもらいたいかっていうのは、ちゃんとあっての活動だって思うから、その今までのいろんな北川くんの紆余曲折をさ、知ってるとさ、なんか親心、親心、そう、すごい努力してるじゃん、その、はい、今ね、自分で。テレビが知る割にはいろいろやってますけどね。そう、なんかこう、私もこう、その、ね、北川くんを見ると、本当にこう自分自身が、その、まあ、その頑固だけど、芯は通ってるのかなって、その思う。で、それはこう、いい意味でも悪い意味でも。で、北川くんは北川くんで、その、ものすごい、ふらふらって言ったけど、それはもう繊細さゆえだって思うから、ものすごい繊細で、傷つきやすかったり、うん、いろんなことを感じるのに、こんないろいろ挑戦して、すごいなって、乗り越えてきたなって。なんかね、そう、そこが、こう自分は体験できない。し、なんか体験しようとは思わない役に、うん。だけど、その中で、こうやってきていることが、尊敬に値するっていう。ありがとうございます。いや、まあ、お互い挑戦ですよね、どんどん。とにかく、何かあっても、怪我しても、やっぱ、ね、踊るのが好きだ、体が、いろいろ探求するのが好きだっていうので挑戦してきてるんで、うん、それがやっぱ、ね、刺激になりますよね、うん、こっちもなんか。うわ、なんか、まあ、ちょっとまた、ゆっくりしたいなぁ、みたいな。結構頑張ったなぁ、ゆっくりしたいなぁ、と思うけど、でもやっぱやってる人見ると、うん、自分もやっていかないといけないなぁ、みたいな。そう、気持ちにやっぱなりますからね。なんか、ほとんどん、なんか、なんだろうな、私は別にこう、北川くんのことを見ながら、うん、アドバイスはしない。うん、だね。見守り。見守り、ね。で、見守って、で、なんていうのかな。そう。それ、そういう、お互いが見守りの関係ってすごくいいなって思ってて。確かに。その、何か言わないですもんね。言わない。僕もだから、どういうことなんだろう、大丈夫かなとか。そうそう、大丈夫です。私もでも、でも、あれでしょ、役に対して大丈夫かなとか思ってんだけど。まだこんな感じに言ったんだろうみたいな。そうそうそう。でも、その後見てると、あ、なるほどな、みたいな。ちょっとその、そのなんかストーリーが見え隠れするっていうか、うん、そういう気づきがあって、そっちに行ったんだ。うんうん。そうそうそう。で、会った時に確認して、なんかそういう感じなんですね。そんな感じは、こう、お互いやってるよね。で、勝手になんかそういう関係なんですよ。うん。はい。で、なんか、で、たまーに会った時に、その会った瞬間のその体と雰囲気で、うん、あ、うん、大丈夫。うん。なんか、納得みたいな感じ。確かに。そうそうわかります。なんか、やっぱまた変わってんな、みたいな。そう。あ、なんかここら辺がこう、なんか、普通だったら筋肉、ここが発達したとか、うん、なんかこの関節が動くようになったなとかいう評価をすると思うんですけど、もうちょっと抽象的な、うん、なんかこの軸のなんか感じが柔らかくなったのと、すごく
肌が落ちてきてこう、なんだろう、いい意味でまるっとしたなとか、なんかそういう風な、なんか他の人とはちょっと違う感じ方をさせられるって言ったらいいんですかね、はい、まあ世界があります、はい、じゃあ北川くんもなんかどういうふうに自分、もちろんさ、何、自分の体もチューニングしてるじゃん、日々、はい、で、チューニングさえやっていて、で、それはもうお互いお、お互いやってるんですよ。あ、だ、こうだね。そうそうそう。食事しながらもさ、お互いなんか、私はストレッチしながらやってるし、北川くんなんかくる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 やってるけど、で、こう、それも見ながら、あ、そこをそういう風にしたら、そうなるのね、ふーんとかっていう情報をいただいてたりしてて。そう、なんか喋らないでもなんかやってんの見て、あ、なるほどね、みたいな感じで。そうそうそう、お互いなんかやってるよ、ね。よっしゃ、これまたちょっと自分のいい材料にしてそうそうそう、みたいなので。そうそうそう、やってる。今日はちょっと実際言語をそうですね、言語でやってるから、ね。触って体験するっていうのを、実際やりたいな。うん、